はい、トロピコ6。このゲームご存知の方もいるかとは思いますが、国をまるっと独裁して自分の好きなように経営していこうっていう、まあそういう感じのゲームなんですよね。僕もこういう類のゲームやるのは初めてで、ちょっとゲーム探した時に何がいいかなって思った時にピッとアンテナに触れてしまったもんだから、ちょっと今回からこれを実況していこうかなと思います。で、ちょろっとどころじゃないんだけどね、設定がね、まあいかんせんいろいろ不慣れなもので、手こずったセーブデータがこの続けるってところに残ってるんですけど、まあちょっと新規ゲームから始めて、これは取れてると、ちゃんと取れてると願いながらやっていこうかなと思います。早速始めていきます。独裁するぜ。でね、ちょっとチュートリアルはやっとこうか。このゲーム結構むずいのでね。ね、なんか、基礎と経済、市民と政治、政府、上級経済。もうよくわかんないよね。上級ゲームプレイに至ってはもう、理解できるのかどうかすら怪しい。一応チュートリアル第一章やってきていきたいと思います。はい。トロピコへようこそ。あなたはプレジデンテ、カリブ海に浮かぶ小さくも、繁栄を謳歌する国家、トロピコの独裁者です。建設、拡張、交易を行い、法律を定め、激動の時代を通しトロピコの舵取りを行います。俺が独裁者。カエサルのように振る舞っていこうかな。OK。プレジデンテ、はいよ。忠実なペネルティーモがあなたの頭脳を鍛えるトレーニングを用意いたしました。才能あるものの宿命ですね。才能あるからもいいんじゃないのかなって気もするけど、まあこれ受けないと僕自身この細胞震えないので、まあ受け入れてチュートリアルやっていこうか。プレジデンテ、はい、あなたの忠実な国民は意のままですぞ。それがやりたかったのよ。そのためにこのゲームやり始めたからね。うん。偉大なる独裁者になりたければ、まあ金儲けが必要だと。で、運転手事務所を選び、説明タブを調べる。港を選び、説明タブを調べる。調べまーす。これが、運転事務所。はい。インフォメーション。一つの島の物流を体系化する。生産施設から加工施設に品物を輸送して、輸出する品物を港に輸送する。うん。なるほど。こっから輸送して、港に持っていくわけだね。はい、港。船。あ、出たね。出港してるよ。水が綺麗やね。んで、物流の積み替えセンター。輸出入品を扱う。移民の出入国を担当する。周辺の治安は低下する。あはあ、違法移民が。これそうなんじゃないん？この矢印大丈夫な。何の矢印だったんだろう、今の。まあ、チュートリアルだから、サクサクと行くか。あ、来た。トラック来た。入って、出て、持ってって、あっちにも行ったけど。あれいいのかな？船ないが。あー、これ、待ってるしかないのかな？今のタスクはこれだけだからね。船来ないことにはどうにもならんね。トラックはせわしなく動き出してるけど。独裁者というより、あー、来た船来た。船が来て、今17,508ドル。ドルなんだね。ドル建てなんだね、この国は。え？あ、はいはい。船ですよ。はい、はい。豆粒並みに見えますが、実物はあなたでも持ち上げられますまい。うるさいな。俺がちっちゃいと言いたいのか。で、次は酒場を建設。これでも収入が得られるってさ。で、これで建設。ほい。酒場、ここに建てんの？向き変えて、これでいいの？はい。これもまあ、早送りすれば？働け？おいおい、働け？人がいないぞ。人の動きが感じられないけど。あ、入った。あ、素通りした。どこ行くの？なんか若干空中に浮いてる気がするんだよな。そこまで突っ込んじゃいけないか。まあ、働け？立てろ。
結構今プレジデンって暇だから、あ、立った一緒にしてたっすね。さすがです。はい、もう命令を出すコツをつかんだようですな。まあ言われた通りにやってるだけだからね、中間管理職みたいなもんですが。まだお金を稼ぐよりももっといいことご存知ですか？え、それ以上の。大金を稼ぐことです。好きだなお前もな、チョロゲー。次は何すんの？交易、交易、交易、メキシコ。いや全然わかんねえ。標準収入、自動輸出収入、新しいルートを開拓したってことなのかな。はい、署名。え、何？全然わかんなかったな今の。ちょっと他のところにもやる？輸出する？連合国とかに輸出する？ライセンスを持っていない。追加の交易ライセンスをこ、金を得るために金がかかる。これ商売の基本だな。ちょっとじゃあ、プラス 50%。あ、いいじゃん。ドミニカ共和国に石油を送ろう。いい。だって、1万1000円、1000ドルも儲かるから、1000ドルぐらいね。安いもんよね。これで？これできたんでしょうか？むずいな。川を送って、石油を送って。項目ありあり。あ、ワークモードで、その建物の機能も変えられると。もう覚えられないんだけど。ちょっとプレジデンって頭いっぱいいっぱいなんだけど。大丈夫かな？やっていけるか不安になってきたけど。はい、ワークモード。麻薬犬から通常のコントロール。ちなみに麻薬犬は犯罪発生率が低下する。でも効率は落ちる。いやー、金のために効率は通常戻り戻そう。ね、そこにかかる人件費を減らそう。はーい。ああ、市民がいなければ、あなたのお仕事はもっと楽だったでしょうに。いつか、じゃあもう国とは呼べないけど。はい。で、今度は何？また労働者で。お願いですから、通してください。いや、何の邪魔もしてないよね。いや、どこで喋ってんの？あ、そう。そういう主張もあるんだ。え、あ、これか。幸福度。めっちゃあるじゃん。食料、色、医療、楽しみ、信仰、住居、仕事、自由、治安。共産主義者、軍国主義者、穏健、穏健。まあ大体穏健じゃないんだけどね。ここら辺の極端な政治層に走ると。あ、市民の幸福度が低いと犯罪者になったり反体制派になったりするんだ。それは嫌だな。ちょっと飴と鞭をうまく使わないと反抗しちゃうぞと。で、ちなみに食料がないと幸福度がゼロになると。まあ、それは各々に自由だが。で、何すんの？酒場。これで、一時しのぎの幸福を築いてやると。この緑の範囲内だったら、有効みたいな感じ。ちょっと、あえて遠い場所に置いてみる。ここら辺に置いてみる。これでも幸せなんだろう、お前ら。あ、傾いてる。あ、できたできた。これで早めて。まあまあ、歩いていける距離だよな。全然歩いていける距離だろ。10分足らずで着くから満足だと思うよ、これは。で、ここにも会社あるし。ここは何があんの？これ何これ？あ、漁師か。ここは漁師の鳩場か。漁港だね。うん。酒場にすぐに労働者が集まり始める。彼らの楽しみに関する幸福度、彼らの楽しみに関する幸福度が上昇すると。なるほど。幸福度が見れる。データ。データ量よ。これダメだな。俺の頭に入りきらんぞ、こんなの。うわぁ。混乱しそうだな。まだチュートリアルなんだけども。楽しみね。楽しみ下がってるが。大丈夫か？楽しみが十分でないのは漁師一人だけではないと。全国民の楽しみに関する平均幸福度も極めて低いと。そんなことまでプレジデントは考えなくちゃいけないんだ。大変だね。中間管理職の苦しみだよな、これ。
なんでトップがそんな苦しみを。うん、楽しみ、環境グリッド。楽しみ範囲、楽しみ範囲。楽しみ範囲ってね。え？あ、ここら辺に施設を作っても遠いから楽しめんよって話か。こっち真っ赤になってる。わざわざここまで楽しみには来ないよってことか。まあ基本市民なんて職場と家との往復の日々だもんな。なるべく家近がいいってことね。で、それに対して家に近い場所に酒場を作ってやると。どこに？こっちか。うん。ここら辺全部緑だから、ここら辺に立つでも文句ないってことか。はい。何これ。こんな場所にわざわざ来んの？道なき道を来るの。え、どうなの？あ、来てる来てる来てる。あ、黄昏れては帰って。来づらそうね。これ道作った方が、道作って、これうまく繋がる？これで、これでこっちまで来れる。ちょっと早く作ってほしいんだ。はい、作ったね。これで、あー、トラックも来てるし、あ、飲酒運転 OK な国なんだね。酒場なんだけど一応。え、もう一個作るのかな？はーい。で、ここの真ん中にも作ってやる。そうね。え、じゃあ、あ、この範囲内か。ここら辺に作っとくわ。結構海辺の疲れた男の隠れ家みたいな感じで、ここに作ってみる。来れんの？君ら。なんか近く沼地があるけど。なんか酔った勢いでここ何人か死んだとかありそうだね。あ、来てる来てる。来てるよ。海外しいな、お前ら。な、工事、建設大変だろ。知ったこっちゃないがな。早く立てて。当たってる。万人を攻撃するなどもちろん不可能です。なので、順番を決めなければなりません。簡潔に申し上げると、あなたはナンバーワン、私がナンバーツー。それ以外は、その辺のずっと下の数字。ソロゲがナンバーツーね。